ローソン・マーシャル・サーバーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコ出身の映画監督、映画プロデューサー、脚本家、俳優。映画、ドッジボール、なんちゃって家族、セントラル・インテリジェンス、スカイスクレーパーの監督、カリフォルニア州サンフランシスコで生まれる。億万長者の弁護士、不動産専門家、そして、インスピレーションを与える講演者マーシャル・サーバーの、 息子として生まれる。1997年にユニオンカレッジを卒業した。ユニオンカレッジでは、デルタ・オプシロン・フラタニティのメンバーで、さらに、アメリカンフットボールのチームで2年間ワイドレシーバーを、務めた。また、USC のピーター・スターク・プロデューシング・プログラムの、卒業生でもある。脚本家、ジョン・オーガストのアシスタントとして働き、2000年に、オーガストが書いたテレビ番組、 DC でキャリアをスタートさせた。2002年にはリーボックのテレビコマーシャルテリータテオフィスラインバッカーの脚本を書き、監督した。2004年ヒットコメディ映画ドッジボールの脚本を書き、監督した。2008年にマイケル・シェイ・ボンの小説ザ・ミステリーズ・オブ・ピッツバーグの映画化に伴い、脚本を書き、監督した。2013年 ジェイソン・サダイキスとジェニファー・アニストンが主演するなんちゃって家族を監督した。2014年6月にはエドガー・ライトの公認としてマーベルのアントマンを監督すると噂されていたが後に辞退した。ドウェイン・ジョンソンとケビン・ハートが主演する2016年のアクションコメディーセントラル・インテリジェンスの脚本を執筆し監督した。最近ではレジェンダリー・ピクチャーズのアクション映画 スカイスクレーパーの脚本を書き、監督した。ドーェイン・ジョンソンと再びタッグを組んだ。スカイスクレーパーは2018年7月13日にユニバーサルによって配給された。次は1億5000万ドルもの予算が組まれたユニバーサル、レジェンダリーのアクションコメディ、レッド・ノーティスの脚本を書き、監督もする。この作品ではドーェイン・ジョンソン、そして ガルガドットが主演する、ドーエイン・ジョンソンと組むのは3度目である。当初2020年の上映を目指して、撮影は2019年に開始される予定だったしかし、その後、プロジェクトは2019年7月にネットフリックスに移行した。配信日は未定である。2017年にオークションで勝利し、マッテン NFL18 に出演した。ありがとうございます。